はい、上大です。今日はマトリックスの、同時視聴をやってみようかなと思います。マトリックスレザレクションズの動画をバッと出してですね、チャンネル登録者などが結構増えたりとかしてくれてですね、すごいありがたかったっていうのと、そのまま行きたいなと思ったんですけど、年明けにマトリックスレザレクションズの IMAX を最後見たんですけど、もう掘るところないなってなっちゃって、もう動画出せなくなっちゃって、どうしようかなと思ってて、でコメントの方にマトリックス3部作の話もしてほしいというふうに言われたんですけど、どっからどう話せばいいか分かんないっていうのがこのマトリックスシリーズなんですね。切り口が分かんなくてもうしょうがないから、一回この同時視聴をしながら、僕がいろいろ話す中でなんかいろんな発見してくれたらいいなということで、今回マトリックスをやって、その後リローデッドレボリューションズをやって、レザレクションズは、ブルーレイ出たら同時視聴の動画を作ろうかなと思います。で要望があればアニマトリックスもやろうかなと思ってます。ということで、僕は、今回、字幕を出しながら吹き替えで見ます。ネットリックスなんですけど、倍速じゃなくて普通に1倍で流します。3210で、0で、再生ボタンを押します。3210。僕マトリックスリアルタイム世代って言えば世代なのかもしれないんですけど、マトリックス3部作は映画館で見に行ってないんですよ。でこの1作目に関しては、20周年の時に 4DX でやってて、それで初めて見に行きました。でそれ以来ですね、そこからそこからレザレクションズまでは劇場では見てないです。僕はマトリックスは基本的にはリローデッドが一番好きなんですよ。でこのマトリあのだからマトリックスはそのリローデッド、監督とかにとっては多分リローデッドとレボリューションズが本気でやりたかったことだと思ってて、でそのマトリックスっていうのはとりあえずその、なんだろうな、僕にとってはそのマトリックスっていうのはとりあえず設定っていうか、なんていうかな、本当に序章だと思ってるんですよ。だから基本的にそのマトリックスがその映像革命として世界的に評価されてるんだけど、なんかちょっとなんだろうな、リアルタイムでその映画館でそのマトリックス見てないからっていうこともあると思うんですけど、なんかそれよりもっていう感じなんですよね。なんかなんていうかな、本当にこう序章も序章なんで、説明っていうかそんな感じだったんですよね。だから、一時期マトリックス3部作を毎日見るっていう日があったんですけど、それはリローデッド、レボリューションズを、ずっと交互に見てて、たまにマトリックスを見るんですよね。そんな感じの、ルーティンで見てた時があって、でマトリックスを、たまにマトリックス見ると、あ、全部ここで説明してるんだなっていう、そういった発見とか、面白さとかはあるんですけど、僕はその、他の人みたいにマトリックス1作目がめちゃくちゃ好きっていう人間ではないんですよね、本当は。リローデ、マトリックス初めて見たのは金曜ロードショーでやってたっていうのがあって、それを途中から見たんですよ。だからあんまりなんか他のアクション映画と、僕もその映画にあんま詳しくなかったから、他のアクション映画とどう違うのかよく分かんなかったっていう、なんか他のアクション映画とこれとなんかその中の1本ぐらいにしか見てなくて、かっこいいなぐらいの感じだったんですよね。でリローデッド見て、あ、これはすごいなと思って、だけど映画館に行くとかそういう習慣もなかったし、金もなかったっていうのがあって、でもレンタルで新作出たらすぐに借りてみたっていう感じで、それでマトリックスはすごい好きになったっていう感じですね。
ていうか、まあ、マトリックス の、 その中身の話は全然してないんですけど、なんだろうな、まあ、このマトリックスとあのリローデとレボリューションって完全になんかこう世界が違うんですよね。やっぱりやっぱその、まあ、僕やっぱりそのリローデとレボリューションズでやっぱりやりたかったことをやっとやれたっていう感じがあって、でもやっぱりそのマトリックスっていうのがまだ世界にないから、やっぱ監督2人がこうやりたいことっていうのがあったんだけど、言ってもやっぱ周りがやっぱ理解できて、周りが理解してくれないから、じゃあどうしようかなってなってやっぱやったんだのがこれだと思ってて、やっぱそのアクション映画をそのマトリックスのスタッフがそのマトリックス色に染めたっていう感じでまあ見てるんですよね、僕は。だから結構なんかその当時っぽいな、なんかやっぱその90年代末っぽい感じはするなっていうのがあって、でリローデッドが始まった時にもう全くそのなんかなんていうかな、90年代っぽいのは完全になくなって、もう完全にマトリックスの世界、唯一無二の世界をやっと作れたんだなっていう感じがあるんで、だからこれはまあアクション映画を作りました、それをマトリックス色に染めましたっていう風にまあ僕は見てるんですよね。まあ、だからリローデッドがあれがやっぱかしこまりすぎた格好とかしてて、まあそれがアクションするからかっこいいんだけど、この1を初めて見た人がこれを見た時にめちゃくちゃかっこいいと思って、でそれでリローデッドがあんな形になったら、それは嫌な人は嫌なのかもなって思う時もあったんですよね。なんかなんかあんまりなんていうかな、公開当時あんまり絶賛されてなかったんですよね、リローデッドレボリューションズって。なんか話広がりすぎてわけが分かんないみたいな感じになってて、まあ、だけどやっぱあれが僕はすごい好きなんで、スミスがレボリューションズですね、レボリューションズで船の中でベインに化けてる時ですね、あそこでトリニティ捕まえて、お前ほど私から逃れたやつはいないぞって言うんですよね。でそれが今のさっきのシーンですね、スミスがこうトリニティを襲うっていうシーンが結構たくさんあるんですけど、なんだろうな、ネオとトリニティっていうのは、まあ、2人で一つの存在であって、でスミスはネオに対していろいろ思ってるっていうのと、そのネオはトリニティに対してなんていうかな、まあ、愛っていうのを感じてて、でスミスはトリニティに対してその憎しみっていうのをこう感じてるっていう、なんかそういう風になってるのかなと 思ってるんですけど、
一作目ってあんまりそのネオがあのなんかこの世界がなんか偽物なんじゃないかっていうなんかその話ってあんまり入ってないから、結構それをなんか理解するのすごい時間かかったんですよね。ここの会話が何を言ってるのかよく分かんなかったんですよね。これめちゃくちゃいいですよね。この届いた瞬間鳴るっていう。このゴンドラってあの掃除用、あの掃除してる人たちが使ってるやつなんですかね。だとしたらそのレザレクションズであのバックスがのあそこから見てたっていうのはなんかあの別のなんか何かしらの意味があるっぽい感じにもなるんですけど、まあ、さっき見てたあの掃除してたやつらが
ザイオン側の人間かは分かんないんですけど。マトリックスって言葉選びがすごい上手いんですよね。だから吹き替えの方がなんかぽいんですよね。リップシンクって言って、唇に合わせてセリフとか決めているんですよね。字幕とかよりもなんかちょっと不自然な感じのなんか言い回しになってるんですけど、だけどそれが逆にマトリックスっぽいっていう風になってるっていう、なんかその怪我の功名じゃないけどそういう感じになって。てるんですけので、僕はそのマトリックス、昔はその A、今はやっぱ映画洋画はどっちかっていうとそのままのがいいので字幕で見ること多いんですけど、昔そうでもなかったから、金曜ロードショーとかそういうことでしか映画見なかったから、吹き替えが基本っていう感じで見てたから、マトリックスも吹き替えで見るようにしてたんであれなんですけど、これす。なんかすごいこう吹き替えがハマってるんですよね、マトリックスって。今のところのなんか吹き替えの方がなんかすごい何言われてるんだって一緒になるから、すごい逆にすごい吹き替えの方が良かったりするんですよね。
これ撮る前にはバウンドっていう映画があるんですけど、そのバウンドが普通のクライムサスペンスみたいなやつなんですけど、まあ撮り方とかめちゃくちゃうまいんですけど、今みたいな場面の切り替えとかやっぱその SF だからすごいとかじゃなくて、こう普通に一本の映画撮るっていうだけでもう、もうこのウォシャウスキー兄弟は本当にすごいんですよね。そう、さっきモーフィアスがその生涯をかけて君を探してたっていう、まあ、その救世主を探してたってことだと思うんですけど、でモーフィアスが生まれる、でモーフィアスが探し始めた時ってまだネオ生まれてないんですよね。だからなんだろうな、まあザイオン側にとっては機械がこうずっと敵であるなんですけど、多分その、まあ、機械側にとってそのネオが生まれるっていうことは、つまり、まあ、ネオがな、これ何歳だったんだろう、まあ、ネオが生まれるってなった時から、そのいや どうなんだろうな、ネオはその機械からそのなんか選ばれたのか、途中から、それとも生まれた時点からその救世主として決まってるんだとしたら、じゃあその二十数年間、そのマトリックスは二十数年間、そのネオが生まれてからこの現時点まで、そのなんだろう、ずっとその最マトリックス再起動するために二十数年かけてるのかってことになるんですよね。だからネオはネオで普通に他の人間と一緒に生まれていて、でそれがこうどっかのタイミングでマトリックスが あダメだこれもう再起動しようってなった時に、誰にしようかなでネオにその権限をこう植え込んだみたいな、なんかそんな、これってどうなってんだろうなってやっぱ思うんですよね。まあ、そのマトリックスはそのマトリっていうか機械たちはその人間をどうやって作ってるのかっていうことなんですけど、その囚われてる人間たちのその精子と卵子をこう採取して、それを結合させてこうこう胎児にしてるのかちょっと分かんないっていうのがあって、それは前の動画でいろいろ話をしたんですけど。マトリックスで繋がれてる人って後ろにこういろいろあるじゃないですか。だからなんか背骨みたいな、何なんだろうな穴っていうのは、なんか背骨みたいなものをが鉄でできてるっていうか、そこになんか肉とか骨とかをつなぎ合わせていって、一つの胎児を作ってカプセルに入れてなんか電気を取ってるっていう風になってんのかなとか思うんですけど、なんかその細かいとこがちょっとよく分かってないんですけど、明かされてるのか僕が知らないだけなのかちょっと分かんないんですけど、まあだからネオが生まれた時、ネオが生まれた時からその救世主としての権限を持ってるんであるとしたら、そのマトリックスが再起動ってなった時に、じゃあ二十数年間、30年ぐらいかもしれないけど、その間ずっとその何だろうな、いつでも発動できるようにしてたっていうだけで、まあもしかしたらタイミングがあれだったらネオが10代の時にそのこの今この物語が始まってた可能性もあったっていう、ただ偶然このタイミング20
何歳なのかな、28なのか30なのか、まあ、それぐらいのなんか年齢の時に今こうなってるからこの物語はこうなってるのかとか、その細かいとこが分かんないんですけど、まあ、それを楽しむのがこのマトリックスっていう映画なのかもしれないんですけど、なんかこれはその人間関係イコールそのマトリックスの、まあ、マトリックスでその人間がつながれてるっていうことと、その現実世界でそのなんか社会の役割に徹していて、その自分らしさとか、なんか子供の時こうしたかったんだけど大人になってなんか気づいたら、なんかあれ自分なんでこんなとこにいるんだろうみたいなことと多分照らし合わせてると思うんですよね。その教会仕事とか、仕事教会納税っていう、特に納税とかそうなんですけど、なんかのなんか税金を納めるために仕事してんのかみたいな、なんかきなそのなんだろうな、まあ、子供の時とかそう分かんないから、稼いだら稼いだ分だけ自分が使えるんだろうなと思ってたんだけど、だけど稼いだら家賃払って、その電気代ガス代とかいろいろ払って、そしてまああの税金でいろいろ引かれたりとか年金とかあって、あれなんか自分は何のためにあの働いてるんだろうなっていうのがあって、その毎月ただ生き延びるためにやってるのかとか、そのよく分かんないなって、そのまあ仕事自分がしてる仕事とかが自分のやりたいことと直結してればいいけど、そのなんとなく高校行って、なんとなく大学行って、なんとなく就職活動して、でその就職活動でとにかく内定を取らないといけないとか、それでなんかいろんなところを受けて第一志望は速攻で落ちて、あのそこからいろんなその自分のなんか理想をどん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 あの下方修正していって、で内定それで内定取った会社で働いて、あのずっと働いてて、あれなんで自分こんなことしてるんだろうなっていう、なんかそれにやっぱそのまあそういった意味でそのマトリックスを見ると、あのなんかちょっと共感するのかとか、なんだろうな、そういった意味はあるんだけど、まあでもこのマトリックスを見ててそれを思うことはまあないと思うんですけど、まあレザレクションズ見るとそれまあ、すごいやっぱ感じると思うんですけど、この最初のマトリックス見ると、まあ、そこはやっぱりそのそこまでやっぱ感じられないよなっていうのはあるかなと思うんですけど、まあ僕もそうですけど、マトリックスって最初何が何かよく分かんなかったけど、でも何回か 見たいと思うからもう一回見たりして、何回か見てるとこういろいろ見えてくるっていう風になって。できてやっとその中身っていうのがあって、そのなんかアクションとかその CG がすごいとかそういうことで、まあ、最初見てたんだけど、だけどそれがマトリックスの凄さじゃないんだって、もっと奥深くの中にあるなんかその思想性みたいなものがこのマトリックスのすごいとこなんだっていうことに、まあ、ようやく気づくっていうのがあるって、その一回じゃ分かんないんだけど、そこまでたどり着くために何回か見せるだけのその引力を持ってるから、まあこのマトリックスっていうのはすごいんだっていうことなんですよね。
このキアヌ・リーブス1、なんかこれでなんかクランクアップだったみたいなんですよね。あの普通のアクション、あのマトリックスのやつ撮って、そのまあとにかくこれが一番最後だったみたいなんですよね。一番最後こうヌルヌルの状態で多分花束をもらうとか、そういうことになったんだと思います。この人間を取り外すっていう作業なんですけど、まあ、さっきあのネオの首絞めてたやつ、あれはその機械側の機械なんですよね。で、なんていうかな、目覚めたっていうか、あこいつもうダメだって言って、あれ多分処分されたから、あそこに流されてるんですよね。で、まあ、死んだのか、もうこいつダメだって言って、捨てられてる場所なんですよ。捨てられてる場所にあの船が行って、あのネオを捕まえてっていう感じなんですけど、そのネオがその救世主であるっていうことを、そのプログラムが入ってるっていう状態で、でそのなんていうかな、機械たちはそれは情報は共有されてなかったっていうことなんですかね。その簡単にこのなんていうかな、ネオっていう救世主っていう、そのマトリックスをリロードするため の、 その重要な存在をなんかこんな簡単にその捨てるっていうのは、機械側がその認知してないのか、そのネオまあこのあとオラクルが言うんですけど、まだあなたは救世主ではないということだから、ネオがダメなら別に次は次ですぐ補充できるよっていうことなのか、そこはどうなってたのかなっていう。レザレクションズで最後スミスがネオに言ったのは、誰でも君になれるが私は誰にでもなれるっていう。だから救世主っていうそのプログラム自体は誰にでも埋め込もうと思えば埋め込められたっ
ていうこと。まあでもさっきの取り調べのところで、あのテレビカメラっていうテレビがいっぱいあったところ、あれ設定的にあのアーキテクトがずっとネオを見てるっていうことなんですよね。だからなんだろうな、全あのなんじゃあネオがダメだった時に次ってなったら、あのいきなり今いる人間の中からこいつって決めるとかそういうことはできないと思うんですよね。まあだから、まあ、ずっとネオの中にその救世主としてのなんか力っていうのはずっと眠ってたっていうことになるんですけど、そのレザレクションズのトリニティがその、あの子供とかあの夫とかその記憶っていうのがあるんだけど、だから人の記憶、マトリックスにつながれている人の記憶っていうのはそのどっから始めたっていうか、まあ、ネオはもしかしたらあのもう成人の体になっていきなりつながれて、あのそれまでの記憶っていうのは何かしら埋め込まれたものだったのかみたいな。この栽培されてるとことさっきあのネオがいたところっていうのは完全に別の場所なんですよね。
だから精子と卵子を採取するんだったらさっきネオがいたあそこから取るんだけど、全く別の場所でその人間その胎児が育てられてる場所があるんだったら、そんな多分回りくどいことはしないと思うんですよね。効率的にやってるはずなんで。だから人間っていうのをなんか別の形で作ってるんじゃないかっていう。そのワシャウスキーがその後に作る「クラウドアトラス」っていう映画でクローン人間出てくるんですけど、そのクローン人間はその何て言うかな、クローン人間を殺してその生体物質で作られてるっていう話だったんですよ。だからそのなんかタンパク質とかそういった成分まで分解してもう一回その再構成したっていう形で新しく人間を作ってるとか、多分そういう技術が機械側にあるんだと思うんですよね。まあだからその胎児から作ることもできるし、そのレザレクションズのネオとトリニティみたいに、その元の存在、死んだ存在をいろいろこうこねぐり回したら再生できるっていう、でプラスアンチエイジングもできるっていう、まあ、そういった技術が機械側にあるんだなっていう。だからそのネオが救世主として生まれて、だからその最初胎児の時点からその救世主プログラムが内蔵された存在である、それがずっと大人になるまで動かなかったって考えると、ずっとさ、ネオがその生まれる頃からそのなんかマトリックスはリロードしないといけないのかなってなって、じゃあリロードしようってなってから 2,30 年放置してたのかっていうと、やっぱそうじゃないから、ネオっていう存在はそのリロードしようってなってから作られた存在で、記憶はどっかから誰かの記憶とかデータに合わせてそのネオに注入したとか、まあそういうふうに考えられるかなっていう。さっき僕が言ったその機械側がその人間をどうやって作ってるのかっていう話と、このタンクの話って考えると、やっぱりちゃんとその生殖によって生まれた普通の人間ですよっていうことと、全然違う形で作られた人間ですよっていうふうにもなんか捉えられるんですよね。
このタンク役の人があのなんか次回作出る時になんかギャラで揉めたみたいなんですよ。ギャラ上げろって言って、でこの人切られたみたいなんですよね。だから今のなんか面白くなるって言ってすごいテンション上がってた、すごいもう楽しみにしてるっていう感じが、この人がそのままこの在あのネブカドネザルの船長っていうか、船長じゃねえや、そのこうやってるんだったら、でそれが最後レボリューションズで戦争が終わったって言った時に一番最初に声を上げるのがタンクだったらめちゃくちゃ良かったろうなって、まあちょっと思うんですよね。まあ、リンクはリンクでいいんですけど。畳ってあんなへこみ方するんですかね。
これネオがダメだったんじゃなくて、そのこい人間側がダメっていうか、なんていうかな、この救世主になるまでっていうのはいろんな段階を経てようやく覚醒するっていうのが、この一作目なんですよね。で、その救世主自体そうなんですけど、だからオラクルはその段階を経ないといけないっていうのは知ってるから、その今はあなたは救世主じゃないって言うんですよね。で、これはちょっとモーフィアスが急いだんですよね。カンフーやって自分が殴られそうになったっていう、ここまで来たんだ。で、そのネオが救世主だって信じてるから、そのジャンププログラムやったらいけるかもなって思ったからこれやったっていうのがあって、それでそのネオが飛べなかったっていうのは、ネオがダメだったとかそういうんじゃなくて、そのモーフィアスがちょっと急いだっていうだけなんですよね。だからレザレクションズの最後で、その一番最後の最後で飛ぶっていうことになって、それで、ね、トリニティが飛べたっていう、そういうことなんですよね。この後モーフィアス、なんていうかな、腹ボコボコにやられると思うんですけど、あれってあばら全部折れてたりとかするんですかね。だとしたら、あの後そのヘリに飛び移るって、そのあばらが折れた状態でこのヘリに飛び移ったってことなんですよね。それ相当だなっていうか、マトリックスの中なんで関係ないのかもしれないですけど。というか、矛盾が出てるんですけどね。そのさっき君が吸ってるのは酸素かって言ったんだけど、そのエージェントのパンチはコンクリートを砕くって言っても、そこにコンクリートないんだよなっていう。それ言い出したら、その矛盾が起こるとかどうこうっていうのキリないんですよね。
やっぱ今のやつとリローデッドレボリューションズでやっぱ比べるとやっぱ CG がやっぱめちゃくちゃやっぱ進化してるんですよね。まあ1作目と2、3でやっぱ4年ぐらい空いてるから、でやっぱ1作目がやっぱ成功したからめちゃくちゃやっぱ予算とかも上がってるからですね、まあ、そういうことよくありますけど、スパイダーマン1からスパイダーマン2になってめちゃくちゃクオリティ上がってるんですよね。それあれ見るとやっぱすごい顕著ですけど、スパイダーマンが街をこうビュンビュン飛んでるところ見ると全然違うんですけど、まあ、話の規模とかもそうだしあれなんですけど、こう本当に CG のクオリティがめちゃくちゃ上がっ、マトリックスでできたことはリローデッド・レボリューションズでめちゃくちゃ上がってるんですよ。でそれプラスなんか新しいことやってたりですね、百人スミスとか、まあ、1の時点でこれはやっぱ悪役っぽく見えるんですけど、レザレクションズではむしろこれが肯定されちゃってるんですよね。というかサイファーみたいな考え方してる人っていうのがむしろ大多数であるっていう風になってるんですよ。やっぱそういうなんか変化っていうか、まあ、まず多様性っていうものを重んじようってなった時に、その普通とは違うものがより正しいみたいな、そういった考えとかが、まあ、横行するんですけど、なんかこうなんだろう、正社員一本で生きていく人とかもいて、そうじゃなくて別の副業とかもして別の顔を作っていろんなことやった方がいいっていうその価値観とかが出てくると、そのまだその何だろう、このまだその何か正社員で消耗してんのみたいな、そういった価値観とか出てくるんですけど、多様性っていうんだったらそっちの考えも肯定しなければいけないっていうこと、まあ他人は他人自分は自分っていうことなんですけど、まあ、声の大きい人がいて、でその人がその新しいスタンダードとか大多数側にこれからなるんだっていうのはまた違うんですよ、だから、何の話ですか。
まあ、いろんな考えの、いろんな生き方、いろんな考えの人が出てくるんだけど、だけどあくまでも大多数は大多数のままなんだっていうこと、あんまりその、これからの生き方としてそれが必要なんだけど、そう動けない人もいる。で、やっぱ人工的に言ったら動けない人、もしくはやろうとしたんだけど負けて、その新しい、まあ、本業があって副業があって、で、その副業をやり始めて、それが成功しなかったら、その副業はパーになって、まあ、別の副業をまた始める人もいるんだけど、副業はやっぱダメだって言って本業だけに戻る人もいるっていう、その人を蔑むとかそういうんじゃなくて、その人の生き方はまあそれはそれで肯定しようよっていうことになるんですよね。まだまあ、この、マトリックスを作った時っていうのは、まだウォシャウスキー兄弟もまだ自分はなんかその世界、まあ実際そのトランスジェンダーだったから、自分のその体と心が一致してないっていうことと、まあ、いろんなところで世界とのなんか不一致があって、で本当の自分っていうものを見つけたいっていうか、そうありたいと思ってる自分がいて。まだその社会とかシステムに押さえつけられてる人間だったっていう、だからそこで満足してる、満足できる人間っていうのに対して怒りがあるっていう、だからサイファーっていうのがなんか悪役側の人間になってるっていうのは、その当時のウォザウスキー兄弟2人の価値観だからそうだっていうことで、まあ、その後で、まあ、2人とも性転換手術をして、本当の自分になったっていう、そしてそっから見る世界ってなったら、本当の自分らしい自分で生きていける世界を目指して生きるっていうのは正しい。で、プラス、元から本当の自分は自分は自分だってもう分かってる、普通の、マジョリティ側の人間がそうだということも肯定できるようになった。だからマトリックス・レザレクションズではそういったなんかサイファーみたいな考え方が大多数の人間になってるっていうのは、そういうことなのかなって、二十数年経ってこうようやくこう何か、まあ二十数年経ってそういった、まあ、視点が変わったっていう、価値観が変わったとか、まあ、そんな風になってるんだなっていう。で、今ちょっと過ぎたんですけど、そのネオがヌードルがうまいんだっていうところあるんですけど、それレザレクションズに多分出てるあの店なんじゃないかなと思います。で、実際に撮影したとこっていうのが、そのキアヌ・リーブスが行きつけのなんかお店らしいです。で、ネオがラーメン食べてて、その奥の方に写真あるんですけど、そこにキアヌ・リーブスと店主のその家族が一緒に写った集合写真が写ってるらしいんですね。ネオにピントが合ってて、後ろボケてるから見えないんですけど、そういうネオがラーメン食ってるとこにキアヌ・リーブスの写真があるっていうのがあるみたいです。この人リローデッドでなんで出てこなかったんですかね。まだこの人もギャラで揉めたんですかね。
今の話ってやっぱその1回目見ただけじゃ分かんないんですよね。何回か見てマトリックスこうなんだって分かった人が聞いたもうやっとなんかあちゃんと言ってるわっていうなんかそういう場面なんですよね。いやこのシーンめちゃくちゃ秀逸ですよね。あの預言者ってあのノストラダムスとかの預言者の「よ」っていう字とこのオラクルの預言者って字違うんですよね。あの普通あのノストラダムスの預言者の「よ」っていうのはあのなんていうかなカタカナの「マ」と長いカタカナの「マ」みたいなやつくっついたやつ。であのこのオラクルの預言者ってあの銀行にお金を預けるとか預貯金のその預なんですよね。預けるって言葉を預けるものって書いて預言者なんですよ。あのノストラダムスはあの未来が見えてそれをあの予知するっていうことでオラクルはその自分の言った言葉を相手に渡してそのそれによってその人の行動を促すっていう存在だから言葉を預ける人なんですよね。だからそのさっきの花瓶っていうのはあの花瓶について言ったからあのネオがその花瓶にがどこかって後ろ振り向いて当たって砕けるっていう。だからやっぱオラクルがやっぱりそのまあいろんなことをこう計画してたっていうことにもなるんですけど、モーフィアスにはその救世主を見つけるで、このネオにはこの救世主じゃないっていう。まあ、今の言葉はあのやっぱリローデッドレボリューションズにやっぱ関わってくると思うんですけど、その今のザイオンっていうかそれその救世主を見つけて導けば戦争が終わってザイオンは滅びないって思ってるんだけど、だけど旧来の救世主システムではあのザイオンはもう絶対滅びるんですよね。滅びた上でそのザイオンの人間は全滅して、でマトリックスからその救世主とプラスあの男女15人ぐらいをこう率いて新しいザイオンを築いてっていう、それがまあそのマトリックスのサイクルなんですよね。だからモーフィアスがかわいそうな人っていうのはどんだけ信じてもその旧来のシステムではザイオンは滅びるっていうことはもう確定してるからなんですよね。オラクルはその上でまた別のその計画でその現在のザイオンを残しながらあのマトリックスをこうアップデートするっていう、そうしようとしてるんですけど、まあモーフィアス的な人間がこう6回のマトリックスのリローデッドに関してずっといたっていうどう考えれば、まあ、今回もこのモーフィアスもなんかかわいそうだなって思うのは
まあ、見てきたからなのかな。ずっとこのモーフィアスと同じようにこう救世主に対してこう盲信してる人間がいて、それを毎回こう裏切ってきたっていう。今回これなんでこう全員がこうマトリックスに入ってきたんだっていうのが伝わるんですよね。なんでこいつら全員来たんだろうなって。まあ、この上の方にあるあの最初出てきたあの電話を守るためにまあ、いたんだと思うんですけど、その電話は繋ごうと思えばどっかで繋げられるから、その電話をみんなで守る必要もなかったんじゃないかなっていうのがあるんで、まあ総力戦をやりたかったっていうだけなのかもしれないですけど、
普通に考えたらレンガ一発で穴開けてたから、それを腕でガードしても腕の骨折れますよね。まあ、これ現実世界で言うと正社員で働いてて別で副業したいなと思って、で初期投資でこんだけいるよって言われてそれ出したんだけど、だけど全然回収できなくて金だけ失ったみたいな感じで、こんなやつ信じなきゃよかったみたいな、そういうことと、やろうと思えばできるかなと思うんですけど、そう考えたらサイファーの言い分もなんかありだな、ありあれっていうか、こいつサイファーにとってはそのなんていうかな、しょうがないっていうか、
これはリローデッドでアーキテクトが言ってるそのままですね。最初は楽園作ったんだけど人間たちがあんまりこう受け入れなかった。で2回目は地獄を作ったらそれはそれで発狂したっていう。で3回、3回目からはそのアメとムチをこううまいことバランスを取りながらやってたら、こう人類に人間には選択を与えると、どんな状況でもそれなりに納得するっていうので、なんか精神をなんとなく安定させられるようになったっていう風になったって言ってたましたね。今船ごと爆破しようって言ったんで、センチネルズがこの後来るっていうのは多分そういうことで、そのサイファーがいるからですね。船の場所っていうのは明かしてたってことなんですね。だから泳がせてた、だからオラクルに会うところからずっと泳がせてたっていうことなんですね。
スミスはどこに行こうとしてるんですかね。マトリックスが嫌だって言ってるし、あの人間自体も嫌だって言ってるんですよね。まあ、断片的にしか情報が入ってないからだと思うんですけど、その今のマトリックスの中にいる、エージェントっていうのはそのザイオンにいる人間をと敵対してて、それを滅ぼすためにいるっていうことだけど、その上にいるアーキテクトにとってそれは予定調和であるっていう、あのこのシーン本当はあのやりたいだけなんですけど、もっと弾持ってくればいいのに、そのもう銃だけなんですよね。その装着、その装填されてるやつがなくなったらもうその銃をどんどん捨てていくっていう。でも ここにいるやつらを倒したらほとんどその銃を使い切るっていう。で持ってきた爆弾はエレベーター爆破してほとんど丸腰なんですよね、その上に行った時っていうのは。だから計画性ゼロっていうか、もうこの、まあ、銃なくなったらその装填するんじゃなくてどんどん使い捨てていくっていう、これその絵が撮りたいっていう、もうそれがやっぱ一番に来てるっていうのが、なんかその整合性とかもうそういうんじゃないっていう、なんかそこがまあ逆にいいんですけど、っていうかマトリックスだからいいっていう、マトリックスだからまあその設定上許されるっていう。
この動きの方が今からあのネオがやる動きよりもすごいんですよね。だからこれはその映像的にすごいっていうことですね。このまあバレットタイムっていうのをやって、その のけぞってるところをカメラが一周するように見せてるっていう、まあ、このシーンっていうのはそのネオがそのエージェントぐらいの動きができるようになったっていう、そのまあ段階、その救世主として覚醒するまでの段階を経てる段階のまあ一つなんですよね。あの今ネオが降りたところで一緒にモーギャス降りればよかったのに、なんで手離したんですかね。モーギャス結構高いところから落ちたんで、結構あれ足痛いと思うんですけどね。
まあ、これはトリニティがネオのことを好きになった、だけどそのトリニティが好きになった人が、救世主だってオラクルに言われてるから、自分がそのネオに対して好きだって言ったらネオが救世主になるのかっていうと、やっぱそ言ったらそうなるかっていうと、やっぱ普通に考えたらそうじゃないから、だから救世主だって分かって好きになるっていう風な形になるっていうと、やっぱそうじゃないから、トリニティとしてはどう言えばいいか分かんないっていう状態なんですね。今の、パンチリロレボリューションズの一番最後の方でやるんですよね。だそれの、ま、レボリューションズでやるときはこれのオマージュってことですね。なんかちょっと変な感じのパンチなんですけど、
今の看板あれですね、あのレザレクションズであのバックスがあのガシャガシャガシャンってなるところ。マトリックスにいる人間ってその精神があの具現化した姿なんですよね。だから死んでもマトリックスの中に死体が残るっていうのはどういうことなんだろうなっていう、まあゲームみたいに死んだら消えるとか、なんかそう、なんで死体が残るんだ、なんかマトリックスの中に死体が残るっていうのはどういうことなんだっていう、まあ今ちょっと思いました。あ、そうか、マトリ、そうか、一応マトリックス上では一応コードになってるから、あの死んでもそのコードが書かれてる途中までは残ってるから、だからあの停止した時点でそのあの、まあ、ネオが死んだらネオっていうコードはそこで終わりだから、まあ、ネオが撃たれたあの血が出たとか、なんかそういうあのコードがこう無数にこう書かれてるところで死んだで終わるから、まあ、一応死体が残るっていうのはそういうことなのかなっていう。あの1作目のアクションってこうあの意外と今見たら見返したらゆっくりだったんですよね。だから、まあ、これは一応マトリ
一応実際はめちゃくちゃ早いんですよ。モーフィアスと一緒にカンフーやってた時 の、 神経のスピードが異常って言ってた、普通じゃないって言ってた、なんかあれと、まあ、あれ言ってた通りなんですよね。このとりあえずマトリックス3部作でやってるアクションは動きパンチとか蹴りとか一つ一つが遅いんだけど、遅いっていうのはもう今見てる僕らに分かりやすいように多分あれはスローで再現してるっていうことなんですよ。で、まあ、実際めちゃくちゃ速いんですよ。めちゃくちゃ速いんだけどすごいゆっくりやってる、ゆっくりに見せてくれてるんですよね、このマトリックスという映画が。だからだから見やすいようになってるっていう。でマトリックスっていうのはその自分が思ったと動きだけなんですよ。パンチするだって言ってパンチするだけなんですよ。でもっとマトリックスっていう世界をリアルにしようと思ったらこうパンチをしたらちょっとこう右でパンチしたら左肩がちょっと後ろに下がるみたいな、腰を使うとかまあちょっとだけ足がずれるとか、そういう考えてる以外のことがっていうの、一つの人間の一つの動作でそのなんか人間が一つ動作することでこうしようと思ってる、こうなるだろうって思ってる、それ以外の動きっていうのがあって、でそれを再現したのが、再現できるようになったのがレザレクションズなんですね。だからレザレクションズのアクションっていうのは普通じゃんって言われてるんだけど、だけどマトリックス自体が求めてた人間の動き、世界の動きっていうのはそういうものを元からずっと目指してやってて、やっとここまで来ましたよっていうことだから、マトリックスのアクション、レザレクションズのアクションが普通だったよっていうのはそれは見てる人はそれをなんだろうな、これじゃない感で言ってるのかもしれないけど、だけど作り手としてはそれは褒め言葉になっちゃうんですよね。っていうのをまあ思ってたけど、なんかこうマトリックスのこのアクションのなんか一つ一つの動きとか見るとよりその信憑性が上がったなっていう感じですね。まあ、ということで、まあ、やっぱりマトリックスはアクション映画だなって、アクション映画と SF っていうものをやって、だけどそれまでの SF 映画とはまた全然違うから、こうやっぱ最初からリローデッドレザーまあ、リローデッド・レボリューションズみたいな絵っていうのは多分監督の2人にはあったんだろうけど、やっぱその周りと共有しきれないぐらい先を行き過ぎてたっていうのがあるから、だからやっぱりその1作目っていうのは、まあ、アクションよりっていうか、まあ、服装とかもアクションをするための格好になっているっていう、でそれを取ったそれをマトリックスというものにどんどん作り変えていってマトリックスができたっていうのがあって、でそのマトリックスができたから、あこういうことだったんだね、やりたいことはっていうのがあって、ようやくそのリローデッド・レボリューションズっていうのはこう形にしやすくなった、だから形になっていったんだなっていう、まあやっぱその1がないと、まあ、2、3はまあその本来やろうとしてる形に近づけるっていうのはできなかったから、まあ、1は1でやっぱ必要だったんだなっていう、まあ、1の功績っていうのはやっぱでかいなっていう、先を行き過ぎたその監督2人っていうのと、まあ共有なんていうかな、まあその世界中の人のこう固定概念を拡張したっていう
まあ、そういうやっぱその意義深い映画だったなという、そういう感じなんですけど。あと途中で間違ったこと言っちゃったんですけど、モーフィアス、最後地下鉄で戦う時にネオがこう胸をボコボコにやられるとこあるじゃないですか。あれモーフィアスがやられるところだとなんか勘違いしてて、なんかおかしなこと言ったんですけど、それやられたらレンガに穴開いてるから。レンガに穴開けるぐらい力あるから、それやったらあばらボロボロじゃねえかっていう、その状態でヘリに飛び移るって無理じゃないってみたいなことを言ったんですけど、あれはすいません間違いです。やられてたのはネオの方でした。まあでも腕でガードしてたから腕の骨ボロボロなんじゃないかっていうのはまあちょっと思うんですけど、まあでも「マトリックス」の世界だからなっていう。でも鼻血出してたなっていう、その薬を投与されて薬が効くっていうのは、まあモーフィアスも修行が足りなかったっていう、まあそういう、まあそんだけのことでまあ説明はつくのかもしれないんですけど、まあ殴られて血が出るって、まあそのやっぱとっさに、まあすごいリアリティ、すごいもうここまあ本当に現実だとずっと思ってるような世界を作って、その中で殴られたらそれは殴られたって認識するから、もう本当にそれで痛くないとか、もうそれはやっぱ無理だなっていう。まあリローデッドでメロヴィンジャーのとこと戦う時に、なんか槍かなんかここ受け止めて、ここからネオが血出して見ろただの人間だって言われるっていうのも。もう救世主として覚醒しても、やっぱどこまで行ってもその固定概念とかそれを覆すっていうのはなかなかむずいぞっていう、まあそういう分かっててもできないことっていうのはあるっていう。まあ、でも前作の「バウンド」っていう映画があって、でそれでこいつはすげえなって言ってワーナーブラザーズにまあ買われたっていう感じがあって、まあこの「マトリックス」ができたんですけど、まあこのこういった脚本ありますよっていうふうにまあ売ったんですけど、そのまあ監督2人がプレゼンしてっていう形でまあこれ実現したんですけど、「バウンド」っていう映画があって、それでこいつらできるなって言っても、この「マトリックス」にいきなりつながるぐらいこう予算とかがそういったいろんなものが集まるっていうのはなかなかやっぱすごいことで。最近で言うと MCU の「エターナルズ」ですね、ノマドランドの、クロエ・ジャオ監督が監督したんですけど、でそのクロエ・ジャオ監督の「ノマドランド」じゃなくて、その前の「ザ・ライダー」っていう映画があって、でその映画を見てそのプロデューサーとかがこの、じゃこのクロエ・ジャオ監督にこの「エターナルズ」をこう
やってもらおうみたいな感じになったんですけど、そのザ・ライダーを最近ようやく見たんですけど、あのこれを見てエターナルズをオファーするんだって思って、なんかそういうこと起こるんだなっていうか、なんか僕らとかがその全然知らない世界なんですけど、あそんななんかことになるんだなっていうのが、バウンドからマトリックスになったっていうのもすごいけど、なんかこう、あそういうなんか改めてなんかマトリックス、改めて 見返してみて、あなんかすげえなって思ったというか、その成り上がりというか、その出世作っていうか、なんかその勝負の一本でやっぱここまでやるっていうのもなんかこうすごいなって、そのソーとかいろんなホラー映画ある中で、ソーみたいないきなりこうドンってすごいのを作ったとか、なんかそうなんだろうな、そういうのの、マトリックスもそうなんですけど、そういうなんかまだ長そこまで売れてない時にやったやつがで注目されて、そのこれやってみろよって言われてやったやつで、ここまでこう期待を超えるとかいう次元じゃないことをやってくるっていう、なんかこうそれがマトリックスっていうのはすげえなと思いましたということで、こんな感じでマトリックスやったんで、次1週間後ぐらいにリローデッドをやります。リローデッドレボリューションズこそがようやくマトリックスだと僕は思ってるので、もうちょっとちゃんとなんかいろいろ話せるかなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わります。